登ってきたんだけど。じゃあ、正解です。ということで、今日もですね、昆虫を探しに最終の方にやってまいりました。ということで、今日もね、こちらの方で昆虫採集やっていこうと思います。それじゃあ、やっていこう。住宅街だからめっちゃ声が響くんだけども、腹広がいますね、腹広が。この子、羽化不全起こしてるじゃん。あらららら。あらー、羽化不全起こしてるのに頑張って生きてるね。メスかな、羽化不全ちゃん。多分手も引っかかったんだろうね。手も完全にちぎれちゃってるわ。すごいね、羽化不全起こしてるのに頑張って生きてるんやね、こんな草むらで。今横に草むらがあったからね、絶対こうカマキリ1匹ぐらいいるだろうと思って、そう外回りを見てたんだけど、やっぱりいましたね。羽化不全ちゃんがいました。他はいないかな。いや、皆さんもう季節は11月ですよ。やばくない？11月になってもまだカマキリ捕まえてる自分にびっくりしてるんだよね。うん、いや、びっくりしてる本当に。カマキリの季節長すぎでしょ。まあクワガタもね、取れますからね。10月とか11月でも取ろうと思えばね、やっぱ取ろうと思う気持ち、それが大事ですから。うん、取ろうと思えば取れます。あ、どうした、どこ向いとんねんお前。だからカマキリも取ろうと思えば12月でも取れるんですよ。僕もね、事実去年12月にカマキリ1匹捕まえてるんで、まあ、取れはするんですよね、カマキリも。いやー、見たいよね。あと緑色型の小カマ、緑色型の小カマキリをまだ今年見れてないんで、その辺も見たいなとは思ってはいますが、どうでしょうか。いや、この子さ、もう卵産んだんだったらいいかもしれないけど、卵産んでないんだったらもうさすがにオスいないだろうからね。無理だろお前、卵産むの。まだ交尾してなかったらお前もう無理やで。うん、もう無理。多分最近羽化してきたとか言ったらもう多分無理ですね。でも羽も結構汚れてたから、もしかしたらもう交尾終わってる可能性もあるけどね。じゃあ今日もね、カマキリ探していきましょうか。おお、おるやん、カマキリ。また思ったお腹お前。てかでかいね、この子。なかなかいいサイズある。ほら、まあ10センチはないだろうけども、お持ち帰り案件かな。大きいね、オオカマキリ。今年ね、あの過去一のオオカマキリを捕まえたいと思ってるんで、大きいオオカマキリちょっと持って帰ろうかな。うん、お前何してんの、まだ幼虫やってんのお前。早よ成虫ならんと越冬できんばい。お前幼虫で越冬したらいかんよ。3匹目のカマキリがいました。これ朝鮮かな、色綺麗やね、あんた。あ、朝鮮やね、結構大きな朝鮮です。このね、カマのね、間がオレンジでしょ、だからこれは朝鮮です。ほら、まあなんか雰囲気もオオカマキリと全然違うよね。オオカマキリに比べてスタイリッシュなんですよ、スタイリッシュなんですよね、朝鮮は。この子色綺麗な緑やね。リピースしていきましょうかね。なんか変のいると思ったらね、これ死んでた。バッタカビかな、その辺かな、死んでるわ。やば、怖。よいしょ、路上にいましたね、腹広。まだ出てくるんだね。もう11月やってるのにまだお前ら出てくるんか。ハリガネムシもね、やっぱりその成熟するのにも時間が変わってきますからね、個体によって。だから成熟するのが遅い子たちが多分今こうやって路上に出てきてるんだろうね。オオカマかな、何カマキリだろう。いや、これ絶対逃げられるんだけど。よいしょ、フェンスの上から行くか。よし、あ、出てきた。オオカマキリかな。よいしょ、いたたたたた。あ、朝鮮だ、朝鮮のオスですね、朝鮮のオス。なんか今最近朝鮮のオスよう出会うな。朝鮮のオスとね、オオカマキリのオスはね、特に結構似ているので難しいですよね、判別が。でもこのカマ見てあげれば一発だね。朝鮮のオス、オカマキリいそうやなと思ったらね、やっぱりいた。お、褐色の子がいるわ、ちょっと捕まえるね。あ、待って、なんか捕食してる、なんか捕食してるわ。あ、クダマキかなんかを捕食してますね。じゃあこのまましとくか。メスやし、頑張って生きろよ。来年緑色型頼むわ、緑色型。なんかさ、変な鳥がいっぱいいるんだけど、
見えるかな。あー見えたかな。ほらこれ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 見えた。なんかちょっと首元が赤いような鳥がいっぱいいる。カモみてえなやつ、いっぱい歩いた。何してんだろうあいつら。さっきね、さっきそこ歩いたよ。でもね、俺が喋ったらね、ピュイーンってどっか行ってしまった。コカマキリ自体はね、いるんやけどね。よいしょ、ほらほら、ここに褐色がいるやろ。コカマキリ自体はね、見つけられるんやけどね。やっぱさ、コカマキリって茶色いっていうやっぱ固定概念があるから、もしかしたら緑色のやつがどっかでね、俺の目に映ってるかもしんないけど、見逃してる可能性もあるんだよ。でもね、こういう風にさ、葉っぱの上に止まったら絶対気づくんよ。だってほら、これとかもさ、絶対気づくやん。なんやけど、まあ見つからんけんね。擬態能力が高すぎて俺が見つけられていないか、単純に本当にいないかを二択なんだけど、どっちやと思う？やっぱ緑に、やっぱコカマキリは緑だからっていう、茶色だからっていう固定概念で緑色を見つけられない可能性あるよね。ありえるよこれ。うん、またいたわ、青松虫さん。この前行った時も見つけたんだよねこれ。え、登ってきたんだけど。警戒心なさすぎやろ。かわいい、ペットにしようかな。なんか登ってきた、かわいい、ペットにしようかな。なんて名前にしよう。なんかすげえカメムシ見つけたんだけど。何こいつ、カメムシだよね多分これ。何こいつ、幼虫？やば見た目、キラッキラじゃん。ほら、すごくね。あらあら、大釜さんじゃないですか。やっぱ大釜は朝鮮に比べて体ががっちりしてるよね。なんか横幅も広いし、朝鮮に比べてやっぱこう、なんていうんだ、太さがある、重量感があるよね、大釜蹴りは。大釜蹴りはな、たくさんおんねんけどな、褐色も緑色も。大釜蹴りやっぱ個体数が少ないよね、やっぱりちっちゃいだけあって。なんでなんだろうな、緑色の子もマジ見つからんのよ。よいしょ、気づかんかった、腹びれがおった。踏むとこやったぞ足で。あいてて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 て、のんき泣きやがってよお前、捕まえんぞ。ちなみにハサキリは肉食型の昆虫なので、あんなにちっちゃいくせにね、あいつ他の昆虫を飼って食べます。びっくりじゃない、こんなにちっちゃいとよ、指先ぐらいの大きさしかないくせにあいつ他の昆虫捕まえて食べるからね。だからカマキリの餌用としてあいつを入れたりすると、カマキリがあいつを捕食するんですけど、基本的にはあいつカマキリに捕食されながらもカマキリのカマとか触覚とかなんか食べたりするんですよね。だからね、カマキリの餌には絶対向いてない昆虫ランキング堂々の第3位ぐらいですね。くそ、俺としたことが、ここの緑の腹広カマキリを見てコカマかと思ったぜ。私としたことが、なんという失態。いやー、もうそれぐらい飢えてるんだよ緑のコカマに。見てよ緑のコカマキリ、見てください。ここね、ムカゴっていう、確か自然薯だったかな、かなんかになるやつが生えてて、こうムカゴがついてるんですよ。ムカゴで、このハートみたいな葉っぱがあって、でこれね、僕ムカゴに関する結構面白いエピソードが1個あって、小学生の時になんか小学校の裏に生えてる山、裏にある山があって、その山にね遊びに行けたんですよ、その休み時間とかに。で僕そのちっちゃい頃から昆虫捕まえるの好きだったんで、昆虫捕まえたんですけど、その時にねこのムカゴが生えてるのを発見しまして、うわ木の実やと思って、僕収集癖があるんですよ。そう、めちゃめちゃね、なんか何でもポッケに入れて集めちゃうその癖があって、バタとかもねすぐポッケに入れちゃう癖があったんですけど、小さい頃から。それでね、まあ、これめっちゃ持って帰ったんですよ。で、まあ、もちろんね、そのこんなもん家に持ち込んでね、まあ、洗濯機に入れてこれがぶちまけようもんなら怒られるじゃないですか。で僕その時たまたま気づいて、あやばい、ポッケに木の実が入ったまんまだと思って、とりあえず庭にぶちまけろと思って庭にぶん投げたんですよ。そしたらですね、翌年僕のですね家の庭がもうムカゴだらけになってしまって、
今もねなお生え続けてますよ。本当に小学校 2,3 年ぐらいのエピソードなんですけど、毎年ねそのムカゴがあのなんだっけ電ガスメーターかなんかのとこかなにつる巻いて生えてて、でそれがこう毎年ムカゴが落ちてまたムカゴが生えてきてっていうので、まあ、無限ムカゴサイクルが出来上がってるんですけどだから僕の家に来たら 無限にムカゴが取れるんですよね。毎年ずるいでしょ。もう最悪なんやけど、もうキモすぎる。おいマジでやってくれるわ。マジで全部剥がそう。全部剥がすけど、こいつらにとってこの場で捨てて帰ったらこのひっつき虫どもの思うツボやけん。そうこいつらはね人にひっついたりとかこういうものにひっつくことによって自分のね生息域を拡大していく生き物なんですけど、ここで俺がああキモいっつってここでポイって捨てちゃったら、まあ、アスファルトを伝ってどっかで風流れてって、まあ、どっかで芽が生えるかもしれないじゃないですか。それはちょっとこいつらの思うツボすぎるので、こいつを僕はもうすりつぶしてやろうと思います。全部くそー。はい、ということで本日はこんな感じで終わっていこうと思います。やっぱりねコカマキリの抑止方は結構難しいなというふうに思いました。ですが、まあ、僕はまだ諦めてないですよ。ということで今回ここで重大発表ございます。それはですね、僕が今年捕まえてきたコカマキリのメスが卵を産んでおります。さっきもね話したんですけど、そちらがですねまあ間違いなく受精卵だということで、今回来年に向けてですね僕は壮大なプロジェクトを立てたいと思います。その名も緑色型のカマキリ作ろうプロジェクト。わーまあクソあれなんですけど、まあ、ということで、まあ、緑色型のねコカマキリ、まあ見つけられないならば作ればいいだろうということで、まあ脳筋ですね、まあ今年産んだコカマキリの卵の経過を見ていって緑色のコカマキリ作っていこうと思います。なので、まあ、その辺もね動画にしていくのは絶対やりますので、よかったら皆さんねチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回はこんな感じで終わっていきます。よかったら次の動画も見てください。バイバーイ。